舞台に行われているイベントや取り組みを紹介する海と日本プロジェクト in 佐賀。さあ今回はこちらです。夏は海水浴でにぎわう唐津市東の浜海浜公園。この地で高校生たちによる熱い戦いが繰り広げられました。その名もスポゴミ甲子園。海岸の方が多分、いやいやいや、この日が多分一番あるまい。最初砂場行って、まあ、人が多くなってきたら森の中入って、チームごとに入念な作戦を立てて、いざスタート。いってらっしゃい。10月15日に行われたスポゴミ甲子園2023佐賀大会。スポゴミとは企業や団体が取り組む従来型のゴミ拾いにスポーツのエッセンスを加え、今までの社会奉仕活動を競技へと変換させた日本発祥の全く新しいスポーツです。佐賀大会には県内の高校生14チームが参加。1チーム3人で60分間ゴミを拾い、その質と量によるポイントを競い合います。ペットはこっち。ナイスナイス。ペットこれじゃない。誰見つけたの。ポイントはゴミの種類によって異なります。チームワークや戦略次第で誰でも勝てる可能性があるのがスポゴミの魅力です。他の人が見ないとこなんか探していたりとか、競技性があるんで面白いです。楽しみながら綺麗にできるって一石二鳥だ、だなって思ってます。終了間際にはどのチームもパンパンのゴミ袋をいくつも手にしていました。こんなきついもんとは思ってなかったですね。スポーツしてる感じ。スポーツしますね。確かに確かに、ちゃんとスポーツですわこれ。あっという間の60分、スポゴミ甲子園佐賀大会を制したのは、栄えある優勝チームは李薩摩藩です。おめでとうございます。優勝したのは唐津西高2年生によるチーム李薩摩藩でした。優勝後、唐津西高の3人は唐津市役所を表敬訪問。佐賀県代表として11月の東京で行われる全国大会へ向かいました。東京に集結したのは予選を勝ち抜いた40チーム。頑張るぞ。慣れない土地で善戦しますが、残念ながら日本一とはいかず。しかし地球に最も優しいスポーツを通してゴミのことを知った高校生たち、彼らが願うのは、最終的にはやっぱ綺麗、もうこんなのがなくなる、もうなくなってやらんでもいいくらい綺麗な海になってほしいと思います。海と日本、見てくださってありがとうございました。 Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。